あ、もう始まってるんですか。あ、こんにちは。こんにちは。はい、5月の3、4、5と、盆栽祭り。手が合ってました。はい。たくさんの方お越しいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。その中で、まあ、たくさんお買い上げいただいたんですけど、私は、まあ、今回、こう、売るという、花場を減らすというのが、まあ、一つの大きな目的で、だいぶお買い上げいただいたんですけど、サーチだけ買ってしまった。もう買わないように我慢したんですけど、やっぱり赤松なんですね。はい、はい、で一つはこちらの赤松ですね。立派な、うん、パッと見た時にあこれは好きな形だなと思って、うん、でまあただこれはね将来的に今足が、開いちゃってね2つあるんで、うんうん、どっちか1本にするかもしれないな時にどっちにするかっていうね、こっちも面白いし、まあこっちのシャリもね、うん、中止っていう。それ大丈夫なんですか？だからちょっと勝負ですけどね。まあ、なんか寄せるのかなと思う。うん、一番まずはね、枯れてもいいっていうつもりでグッと寄せてね、つもまれば一番いいんですけど、3本あればね、またちょっと違ったんですけど。そうですね。うん、これを買いましたっていうこと、あともう一本これですね。はい。こちらも赤松なんですけど、見た時にやっぱりこの辺だけでいいなって。このゆすらゆすらとね、古い赤松でこれ非常に安かったんで、はい、まあ、安くて買っちゃいけないって言ってるんですけど、だからこれどう作ろうかっていうのはまさしく今日これから構想ということで、はい、なんとなくこちら頭ありそうだし、うん、でも差し枝はないし、うん、でこっちの方も作りたいけど差し枝あるけど頭ないしっていうことで非常に難しい、やつなんで、ちょっとこっちの方をね、やっていこうかなというふうに思います。ちなみにどちらで、うん、あこちらで、あ、当時編で。あ、当時編で。あ、そうか。やる気を言ってるのかと思った。当時編ですね。当時編の生徒さん。生徒さんですね。はい。朝でね、結構これと同じようなやつがまっすぐなやつが最後まで残ってて、うん、業者の人買っていっちゃったですね。古い赤松でね、本当欲しかったんですけど。あんまこういう器具売ってなかったですよね。だから当時編ぐらいですよね。いや、これだから生徒さんだからこういうの出すんですよね。そうですよね。これがそういう値段で売ってたんで。非常にお安くっていうことですね。これもそうですし、その最後残ったやつも1万円しなかった。こんな古い木ですからね、うん、はい、ということで、これをちょっと作ってみたいと思います。はい、こうやってシャッと行って、今日は実は朝車のバッテリーが上がっちゃってですね、電車で来たんで、道具がありません。トークで、トークでダメ、1時間ぐらい行きますか。ちょっと借りますか。借りましょうか。はい、借りましょうか。あ、そうだ、ひるまさんが使ってたメキでピンセットで、あれすごい好評だったですね。あれまさくに、あれまさくにでしたけど、菊和さんでも売ってて、菊和さんのやつを商品追加したので、ぜひ皆さんご購入ください。初日の、早くになくなっちゃったって言ってました。あ、菊和さんで、私のそうですよね、かなって、結構、いやでも宣伝してくれたんで本当になくなったって言ってたんで、菊和さんすぐそう出てた、そうですね、出てたんで、いや僕まさくにしかないのかと思ってましたね。私もそうだと思ってたんですけど、菊和さん作ったんですね。そうだから入荷しましたって来たから、はい、あるんだと思って。そうですね、はい、で、まずどうしようかなというのは、これをですねちょっと構想としては、はい、少し枝が多いのと、本当はねもうちょっとここ見せたいんですね、うん、ここをね、そこはね、だからちょっと下げたい感じもあるし、で一番の問題はやっぱり挿し枝なんで、うん、これですよね。これをぐーっと持ってきてどこまで行くかどうか。なるほど、正面こっちでいいんですね。正面はねこっちでないとやっぱり頭がさすがに無理なんで、持っておかこれない。そう、こっちだとこっちを頭にしてこれを挿し枝にするんですけどね、うん、そうですね、その頭のところが2つに分かれりゃ、分かれりゃあれですよね、裏枝と頭とできるのかな、うん、そう、こっちもね、そう、これは辺を裏にしたいし、うん、ただちょっと多いんでちょっと枝を少し減らすと思うんですね、うん、この下に入ってくるといいんですよね、うん、この枝の下あたり ね、入ってきて、であとはこれがこういうふうに前に来ても今度これが裏枝になってくる、そこが、これがね、こう前持ってきた時にこれが裏枝になってくるんで、まあ、差し枝多いですけど、とりあえず多く作っておいて、うん、まあ、いずれにしても上は少しどっちかが、どれかが頭になってどれかが枝になって、で少し枝抜くと思います、はい、今この太さが、この太さ揃っちゃってるんでね、うん、どっちか太い方がやっぱり芯になってくるっていうことで、うん、これは少し整理して枝数を減らしていくということなんで、はい、ちょっとこれがね厳しい
仕事をするんで、ラフィアを巻きたいと思います。はい、はい、で前からお話ししてるように、赤松は6月こういう厳しい、まあ今はまだ5月ですけど、はい、これがアップされる頃には、はい、あのそろそろ赤松も厳しい仕事ができる頃だと思いますので、うんうん、私は赤松はできるけど御用と黒はどうかなと思ってたんですけど、この間 YouTube 見てたら、はい、盆栽球っていうやつを、なんか昼間さんが黒松も五葉松もできるって言ってたんですよ。言ってました言ってました、うん、作品展の時にあの所沢の先生が、はいはいはい、言ってたっていうんで、6月は赤松だけじゃなくて黒松も五葉松もできるできるとだろうと、いうことで、とりあえず今日は赤松をちょっとこの辺が厳しい仕事しますけど、さらに言うと本当はねこっちに一回入って最後出るといいんですね。なれこっちだと差し枝の話本当はこっち行って最後もっとさらにこっちに中に入って出ると理想的なんですけど、左流れ、ああそうだ、だから右がこう行ってるんで、最後こう内側に入ってから外出ると理想なんですけども、ちょっとやりちょっと厳しいかもしれないそれは、となるとこっち流れもありかなって、なるほど、返す、こう行くんだけどこう帰ってくる、そういうのもあっていいじゃないかっていうできないだけなんですけど怖いだけなんですけど、そういうのもあっていいじゃないかっていう、そうですね、そういうのをちょっとやりたいんで、これはなんとなくイメージが湧いて、あとは上がちょっと整理するんで、そうですね、そこら辺ちょっとやりながら、なんかどっちも返すにしてもあれですね、低く したいですよね、低くしたい、ここ見せたいですよね、この上のところ、そうそうそう、この幹をね、そうそうそう、さすがですね、キュウさん、だから、そう、だからもしかしたら一回作って植え替えを少しこう変えて、そういうのを利用するかもしれないです。ちょっとそこは最後ね、ちょっとそういうごまかしじゃないですけど、とりあえずちょっと上はまだノープランなんで、これだけこうやるようなイメージでラフィアを両方に巻いていきたいと思います。わかりました。はい、はい、ということで準備してる。あら、もう準備されてる。え、あ、もう濡らして、ええ、もう朝から朝からで、濡らしておくとこういう風に開きますと。はい、はい、ラファイアをまとめて、え、これ長いかな、長いから半分にして、そうしようか、はい、この枝とこの枝ですね、これにかけていきますね、はい、多分長さ的にこれ足りちゃうと思うんで、下だけちゃんとかけるようにしようか、下の枝の方が厳しい、そう、下の方がきちんと全部いくようにして、上は足んなかったらこれを足すと、はい、一応巻く方向を考えて、これはこう、これはこういう方向でこっちに巻いていきます。とりあえずこれここで打っといて、こうやりたい、こうやりたい、こうやりたいということはこう入っていくか、針金みたいにラファイアもかけるんですね。そうですね、ねじる方向にラフィアを巻いていきます。まあ、だからそれ両方に行けるように巻いてるんですよね、その上の頭と差し枝。あ、そうそうそう、両方ですね、はい、で両方中途半端に短くなっちゃうと嫌なんで、下だけは確実に行けるように長くして、これは多分短くなった時に先端使おうと。なるほど、はい、でこれはギュッとですね、ギュッとギュッと、きつく、すぐっていうのは引っ張りながらですね、細いんですよ、ラフィアがね、カンチャンと入ってそれからちょっとやりづらいです、苦労しております。はい、今日はちょっと道具がないんで、そうですね、カンちゃんに、カンちゃん、東寺園の高いアルミ線をお借りして、それで東寺園が高く売ってるみたいになる、違う、そういう意味じゃん、そういう意味じゃん、ね、良質なね、アルミ線、これ何ミリか、3ミリ3ミリ、はい、こっちはこっち回転で回していきます、はい、で こっちの枝はこっち回転で、こっちは右回転、こっちは左回転か、はい、だからこの辺でなんかこうねじるんですね、きっとね。なるほど、はい、ということで3ミリ、もしかしたら2本ぐらい必要かもしれないですね。これはアルミ線がいいですか。え、そうですね、どうせないんで、ないからね、ちょっとうちに並べてきちゃったんで、はい、今日はアルミ線で、はい、とりあえずこれはこっちを少し1回2周ぐらいしてですかね。はい、はい、なんか久々だからうまく、お祭り明けで初曲げですか。はい、初曲げですね、なんかまだ疲れが残ってるんでね、そうですね、今今日 11ですね、11日、はい、私はお祭り以降まだ一本も編集してないです
やる気が出ない。やる気が出ない。はい、ちょっと多分頻度がね落ちてると思います。なるほど。実はね、1年に1回ぐらいそういう。そういうね、ダラッとする時はね。で今ねちょっと頭候補こっちにかけたんですけど、はい、これをね多分枝候補になるんじゃないかと思うんで、うん、下ろしたいんでこっちにもかけますね、はい、でこっちとあとこれと2本かけると。そうですね、だから強く曲げるところは2本かかることになるのかな。かかそうですね、これ1本だと、ちょっと効きいかないと思うんで、はい、この当時の高いアルミ製の当時の深いには何もないですね、はい、もうちょっとお借りしちゃってるんで、はい、気持ちが現れてるだけなんです、はいはい、そういう高いものをお預かりしてるっていう。お預かりはい、針金が、はい、じゃあ太いのかけました。すごいですね、 2.25 ってあるんですね。 2.25? うん、 2.3? 2.3? 2.32.25 か 2.3 当然にはこういう針金もあるんです。それはどこにかけるんですか。これはねちょっと多分ねここは裏になるんですね、はい、でちょっと曲げてからだとかけづらいかなと思うんで一応こういう大きい枝だけちょっとかけちゃいますね。はい、はい、もうちょっとお待ちください。はい、はい、この辺はまだノープランですね、うん、抜く枝が出てくると思いますけど。取ると、とりあえず針金はかけました。はい、はい、今回完全にそっち向きでかけたんですけど、うん、ほとんど今回完全にそっちの向きでかけましたけど、ね、はい、2回言いましたけど、はい、で、いくつかいらない枝が出てきて、イメージとしてはやっぱりこれを頭にしようかなと。で、これはボリューム出すために、この辺にあってもいいんですけど、これここは近いんですね、ちょっとね枝分かれにね、抜いちゃう、 ここですね、真ん中、うん、ここはだから抜いちゃおうかな。この枝を抜いちゃいますね。はい、で、いったですか。枝と枝の間ですね、はい、はい、これをまず抜いちゃう、うん、そうか、カットしたもないんだ。で、ある何もない。はい、先生、はい、はい、じゃあ分かります。柔らかいじゃん、ちゃんとした。さすが東純さん、さすが東純さん、高いカットパースト。まあ分人なんで、無駄な枝は省くっていうことでいいと思います。はい、それで今度少し前ですね、ここら辺もこのちっちゃいやつこれかな、はい、はい、これも取りますね。こう枝がちゃんとはっきりしてるんで、その下からとかところからこれを取る。あとはこれが枝がごついんですよね。でこれはね後ろに持っていこうと思ってるんですね。でこれが枝が多いので下ろした時にどうなるか、うん、そうするとここもなんか枝が近いですね、この枝、うんうんうん、ね、枝分かれに、はい、ということでこれも抜いちゃいましょう、うん、はい、そうなんとなく見えてきた、はい、はい、で、これはただ枝なんで下に下ろさなきゃいけない、うん、ちょっと下りるかどうか分かんない。よし、じゃあとりあえずここからいきますね。はい、刺し枝から、刺し枝そちらへ持ってきます。はい、ぐーっと。お、ポキッつった。うん。ポキッて言いました。ポキッて言いました。で、これはそちらへ合流します。はい。こちらへ。棚を大きくみたいな。そうですね。棚をここら辺を一つ作るんで。で、こいつは裏枝にすると。うん、ですね。はい。これは、この間に乗っけますね。うんうん。これ下げて。この枝ね、はい、これはこの辺に乗っけていきます。なくてもいいですこれ。うん、そうするとこの裏枝、このちょっと高いところと、はい、さらにこれが低いところと、うんうん、ちょっと差し枝多いですけど下弱りやすいん で裏枝はやっぱり今後充実させていくということですね。はい、はい、でちょっと後でここら辺を整えます。問題は上ですね、うん、これ
とりあえずこれは後ろに持ってきますね。はい。さらにやっぱり下げたいな、もっと歩を潰して、これ取っちゃいますね。はい、これが頭なんで、歩を潰してここも頭みたいになって、うん、まあちょっと全体に頭、枝頭みたいな。どういう意味ですか？枝頭で、ちょっと針にかけたんですけど、上は切っちゃいます。はい、ここですね。もっとこれ取りたいんだな、これ。カットパスタ。もう仕上げの感じですか？そうですね、今仕上げに入ろうとしています。ちょっと長い葉は取っちゃって、目切りもね。そうなんです、目切りもするんでね、あんまりフルパー全部取れないんですよね。ちょっとボリュームありすぎるんで、うんうん、本当はね、懐の上の方がいい枝なんですけどって言いながら、もう来ちゃった。もう来ちゃった。上にかぶせた枝ですね。そう、上にかぶせた枝なんですけど、ちょっとあまりにも多すぎちゃうんで、で、かぶさる枝はここにありますから、うん、まあ、ちょっと多すぎると、うん、多すぎる、はい、という判断で切りました。ちょっと、はい、あとは見た目ですけど、見た目ちょっと葉っぱ切りましょうか。はい、あのずるいやつね。ずるいやつね。見た目のために先端切るという、うん、本来はやらなくてもいい。本来はやらなくていい。見た目を良くするために、はい、フルッパをちょっと短く、フルッパをちょっと短くします。ということは、そろそろ終盤と。そうですね、ということで、はい、ということですね。はい、とりあえずやりました。はい、はい、まず頭ですね。ここら辺頭決めて、この枝として取ってますけど、うん、将来取っちゃうかもしれないですね。とりあえずあの頭を補佐する、うん、枝としてあるんですけど、まあ、ちょっと太いんで、ここら辺にあったやつは切っちゃいましたけど、将来取るかもしれないです。ちょっと枝が太くなってるんで、はい、はい、ここら辺で枝が出てくればね、それ1本でいいかなって、うんうん、でここら辺もこの幹の下にこう入れたんですね。できれば本当はちょっとこう起こして、ここが少し見えるぐらいで、これよりも頭を少し下げてもいいぐらいなんですけどね。なるほど。まあ、とりあえず今これぐらいで作っといて、で裏枝見えますかね。裏枝見えますね。で、刺し枝がこれに持ってきたと、はい、ということで、これは後ろの方に下げました、うん、はい、この辺をちょっと埋めていく感じで下げて、この枝よりも手前に来なくちゃいけないんで、ぶつかっちゃいますからね。というところで、枝配置しました。まあ、特に割れてる枝はないので大丈夫だと思うんですけど、まあ、最初言ったように6月はですね、これぐらいの厳しいやつはやっても平気ですので、はい、ちょっと一回パキって言いましたけどね。パキって言いました。多分、うん、この硬い幹っていうか皮が言ったのかなと思いますんで、大丈夫だと思いますので、赤松ぜひですね、買っていただいて、うん、この時期いろんなことをチャレンジしていただければ、はい、はい、やるにはいい時期なんで。だから骨格作りみたいなところですよね。そうですね、太い枝の、配置というか、まさしく骨格作りをやるのが、この6月赤松と、黒松、五葉松できると、うん、今だからこの状態ですけど、うんうん、今後の展望としては、例えば今頭が一番前になっちゃってるから、はいはい、差し枝をこれの前に持ってくるか、頭をもっと後ろにやるか、そうですね、ことですね、上から見た時に。あと今回はとりあえず交差し枝をこっちの風に持ってきたんですけど、うんうん、成長していけばこれをさらにこっちに持ってくるだとか、うんうん、であと棚も2つぐらいに分けたいですね。ちょっと今ボリュームつけてるんで、これを2つぐらいに割って、この上から来てる枝、はい、この間を埋めてる枝を左側に出して、下の枝を今度グッとこっちに振るとか、うんうん、まあ、今も増えそうなんですけど、とりあえずこれでいいと思います。こう来るのも面白いなと思って、うん、こう来たやつがこう返ってくる、なんか新体操でありそうじゃないですか。新体操、ね、空手とかでもある。こういうクエって、はい、そうで本当にクエっていくんだけど、クエって擬音、はい、語擬態語でね、はい、ということで、そういうのの作業ですね、うん、これが完成ってわけではなくて、そうじゃなくて、まだまだ盆栽に終わりはないです。終わりはないし、勝てるので、はい、そう
ていうことなの。好みもあるし、うん、ね、あのまだ家庭ですけどね、そうやって盆栽また形が、あのいろいろと作っていけばいいと思うんで、とりあえずの骨格作りやってみましたと。ありがとうございます。はい、ということでぜひ皆さんも6月チャレンジしてください。終わり方に迷いました。はい、ありがとうございました。